ということで、ヨシケさん、はい、今回のレイビレッジツアー、うん、いきなり僕がぶち込んだ日本唯一のラドン浴、ラドン行動、行動浴なんです、ね、世界に3つ、日本にここにしかない、うん、ちょっとその前にヨシケさんにこの事前の知識を伝えておかないといけないということで、うん、問題です、チャーラン、はい、どうして人間の体、または生物の体は疲れるでしょうか。はい、アニーさん疲れる、はい、なんで蚊がすごいいるけど、ね、蚊がすごいんだよね。はい、乳酸型もいいですね。それ二次的効果なんです。他には酸化するあれです。二次的効果なんです。もう全部の元は何かっていうと、僕たちの体37兆個の細胞があります、うん、その細胞で一番エネルギー使うのは何かっていうと、うん、細胞は設計図 DNA を持っています、うん、でその分裂するときに新しくできたこの細胞が本当に設計図通り、うん、DNA 通りにできてるかっていうのをチェックする機関があるんです、うんうん、もうこれ本当に元通りかなっていうのを、まあ、今有名な mRNA とかで、うんうん、きれいにこうチェックしていくわけです、うん、本当にその通りかな、うん、ここに実は一番エネルギー使ってるので、うん、僕たちの体で一番疲れるのは細胞が設計図通りかなってチェックしてる瞬間なんです、うんうんうん、で DNA っていうのはちょっと難しい話しますけどいいですか。はい、どうぞ。リン酸基っていうものがあります、うん、リン酸基っていうのがあって、ここに5単糖があって、最後ヌクレオシドっていうのがあって、うん、それで DNA をたった4文字で、うん、僕と陽介さん身長もこんなに違うし、男前もこんなに違うけども、違いはこの4文字の、うん、並びが違うだけで、うんうん、もう言語全部一緒、うん、でこの DNA っていうものはここにリン酸基というものがあるせいで、うん、リン酸基っていうのはですね、マイナス2の電荷を持っております、うん、ちょっと難しいから覚えてください、うん、マイナス2の電荷を持って五単糖っていう糖があって、うん、最後ここにヌクレオシドがあるんですけども、うん、このマイナス2の電荷を持ってるリン酸基が、うん、実は、このここにある文字をなんていうの、 CD ラックでかけてるような感じで、うん、ここに鍵穴を入れてあげないとこの文字っていうのは並び替えができないわけですね、うん、市民だとか、うん、で、ここマイナス2の電荷って見たんですけども、うん、地球上で、プラス2の電荷を持っているものがあって、うん、それがアルファ粒子線っていう、うん、まあ、アルファ線と呼ばれてるやつなんですけども、うん、それがまさにラドンから、うん、原子核が崩壊した時に2つプラスの電荷が出てくるんです、うん、要するに今までなんでこの温泉が体にいいか、昔から江戸時代から湯治っていうじゃないですか、うん、もう体が確実に治るやつ、うん、で湯治の温泉を全部調べていったら必ずラドン光なんですけども、うんうん、このラドンっていうのはマイナス2の電荷が飛んでくる、うん、それによって、あ、ごめんなさい、プラス2の電荷が飛んでくる、うん、それによって DNA を並び替えることができるわけです、うんうん、なので唯一 DNA をちゃんときれいに並び替えることができるのはラドンなんです、うんうん、で昭和までは、ラドン温泉っていっぱいあったんですけども、うんうん、政府がですね、ちょっと温泉なんか菌が出たからちょっとみんな塩素消毒してくださいっていう法律ができちゃって、うん、そこから塩素剤バンバン入れるようになったんです、うんうん、ですると塩素剤入れるとさっき言ったラドンの効果が中和されてしまうんです、うん、意味がなくなってしまう、うん、でそんな中のお風呂になっちゃう。そうなんです。そんな中ここラドン港ということで塩素剤使ってないわけですよ、うん、要するにバンバンとアルファ線が飛んでくる、うん、でこれが僕たちの体を癒すということで、うんうん、とても綺麗に体を癒してくれる場所でございます。ラドンっていうのはあれですね、自然の放射線。そうです。放射能311の時話題になりましたけども、はい、ラドンは自然が発してる、はい、もう太古からある発してる放射能、はい、まあ、大気中も常に、はい、放射線はありますので、うん、それを、低放射能のことをホルミスタシス効果といって、うん、まあ、体にいい、でもなんでいいかっていうのは今まで分かんなかったけども、うん、今言ったアルファ線というのが出て、うんうん、僕たちの DNA を、修復してくれると、はい、ということで日本唯一の、今日はラドン行動に来てますけども、ちょっと会長をお呼びしようと思います。はい、ぜひ。会長の亀井です、はい、よろしくお願いします。小塚洋介さんです。俳優をやっておりました。ありがとうございます。いや、おりますよね。なんで過去形にしたのか今分からないけど今日はすみません、よろしくお願いします。なんか一度レイビレッジにも来てもらったそうで、行かせていただきまして、ちょっと体験したくて。よしかも、ここからレイビレッジって、はい、実は上空から見たら3分ぐらいで行ける場所なんです。なるほどね。すぐこの裏がレイビレッジ、はい、もうすぐなんです。だから要するに地球には境界線とかないじゃないですか、うん、だから同じようなこの交番、うんうん、けどここの行動が大きすぎるんです。行動は何掘ってたんですか。あれがそうですか。金を掘ってた。金掘ってたんですか。金を掘ってたんだ。やべえ、じゃあレイビレッジ金出るじゃないですか。会長の下上にあるってことなんじゃん。やば、こっちの方角なの、うん、これがね、レイビレッジ、そうそう、向こうの方、はい、
それで大きすぎて頓挫したんです。あっち側から僕掘り進めていきましょうか。で途中でこんにちはみたいな。そしたらもう早いね。早いですよ、ヨスケさん。それもちょっと近いな。800メーターほどずどんとあります。これ逆に言ったらレフュージ出れるんじゃないですか、ひょっとしたら。それは無理ですね。具体的に僕何にも分かってないんですけど、もうあの促されるままにちょっとハーメルの笛吹きについてきた子供みの気分なんですけど、実際はお風呂があるんですか。錦江団の跡地ですので、はい、空間の行動です、はい、そこにラドンを閉じ込めていますので、うん、そこで寝る寝る。でもこのまま入ってよろしいんですか。サムウェイに着替える。あ、サムウェイに着替えて、はい、でそのまま入って、はい、寝る。その間に健康になる。なる。で1時間半か1時間半おって出てきて繰り返す。あ、繰り返す。そして免疫上がってくる。それで最後にせせらぎの水が流れて音がしてますね、ええ、あの水を取り込んでます。で風呂、これが気持ちいい。なるほどなるほど。それで終わりですけど、ね、ちょっと風呂までは時間があれだったので、ちょっと眠るだけ僕たち寝かせていただいて。あ、いいですよ、はい、もう今から、うん、じゃあお世話になります。だいたい寝てしまいます。じゃあお邪魔します、うん、失礼します。いや、洞窟探検会初じゃないこれ。そう。はい。ああ、もうやっぱり湯気ってますね。取れる？うん、取れる取れる。ここにラドンの岩盤が、もうこれがラドンってことなんですか？まあ、もっと。もっと奥。これミスト。まあ、ミストはこれがミストなの。わかります。右。広っ。かっこいい。すごい。このすごいでしょ、ミストが。なんか素敵な空間ですね。人が入ったら消えちゃう。これは初めての体験だな。45年。あ、ちょっとこう温度が上がってきた感じがありますね。あ、ここがラドン広場って書いてありますね。あー、なるほど、広。これは資料がですね、これがね、ラジウムという元素が崩壊した時に、ラドンとアルファ線になるわけで、これがじゃあラジウムなんですか。僕分かってないですよ、ラジウム鉱石見たことないんですよ。金鉱山だけども、これ金なの、これ金、これ金です。金、洋介さん、金ですよ。中に金が出てくることがあるって。金っていうのはこの人あるもんじゃないか。ですよね、一生懸命こうして一トン精錬して、うん、その含有量で決まる、うん、でここが一つの広場で、いろんなとこ掘ったところ、この上にもあるんですけど、ここが集積場で、ここから出しちゃってる。だから理想の行動、うん、このまま残ってたんです、うん、そしてこのどこでも寝ていいと。どこでも。じゃあちょっとおすすめのとこに行ってみます。あそこの演習。ああ、体調が一番おすすめなのはじゃあそこなんですね。ああ、そういいですね。そう。こんにちは。こんにちは。ヤギちゃん。かわいいヤギちゃんがいます。紹介していいですか。はい。お手柔らかに。どんどん、顔が違うな。
紹介しますか。紹介いらない。いらない。してください。日本が世界に誇る俳優でございます。はい。坊塚洋介さんです。日本が世界に誇る作家の皆さんご存知。はい。何党だっけ。何党何郎だっけ。すぐ出るでしょ。よろしくお願いします。総支配人の野田さん。あ、どうも野田さん。噂金がね。ヒップホップの DJ でございますね。一通りじゃちょっと舐めますけど。ついて歩いても大丈夫です。後ろか。一応これがあの揖保川の源流。あ、源流ホタルも飛びますし、沖縄から豚さんが来て、うん、ここの川に入れば、うん、どんな呪いでも取れるって言われてる、はあ、やばいぜっていう。すごいね。イボガン源流で、これあの川のテラスハウスって言って、うん、ここで食事したりとか、うん、で、まあ、向こうに、まあ、カフェがあって、うん、ちょっとこれ紹介してるから、これ最近できたんですけども、すごい綺麗ですね、はい、これがあの日本、野田さん一緒に待ってる、うん、日本最大級のね、まあ、ひょっとすると世界最大級の朝柄ドームって言って、うん、はい、中があのタイマ柄になってるんですよ。朝の葉模様ね、はいはい、あ、本当だ、すごい大きい。これはなんかパワーがありそうな。あ、すごい。総ヒノキ作りで、すごい。で、まあ、正しい使い方は声聞こえないんですよ。ど真ん中です。照明も取れてるといいね。あの、野田さん、ワンジラインさんも来たけど、もスピナビルさんもここ立って、そうだ、ビルも来て、はい、スピナビルさんも来て、ビル君も好きそう。よかったら、ちょっとあそこにさと思いますから。うん、野田さん、どこら辺、あの、そこら辺で、こっち向いてもらって、終点を結んで、僕の声がなんか後ろから急に聞こえてきませんか。ハイブレイの声を聞こえてくる場所があるので、多分そう、そういう感じじゃないですか。もうそこ入った瞬間、鳥肌が立ってたはず。なんかど、なんていうの、あ、立ち位置が感じ出にくくなる。こんにちは。あ、本当だ、聞こえた。こんにちは。こっちから、はい、僕の方向いてもらえれば、あの、ここからスピーカーのように聞こえますね。で、こことここだけで、実はひそひそと話ができる。ここのすごいいいところが、あの、認識の調整変更ができて、ちょっとここからこちらにいいですか、ちょっと来てもらって、あそこの壁を見るわけです、うん、で、すると朝柄ドームってすごいのが、例えば五角形が見えたり、うんうんうん、で六角形が見えたり、三角形が見えたり、ひし形が見えたりして、うんうん、自分の意識を強制的に認識変更させられるんです、うんうんうん、で、僕たち何かを見てるときって頭の中の形を見てるんですよ、うん、ここにいたら向こうの方が勝手に意識を強
強制的に変更するんで、俺だってもう朝原販売でよくね、やってる人いるんで、これ強制認識変更の方法で、だからアイデアがめちゃくちゃ降りてきやすい。でよく見てたら1秒でも2秒でもいいんですけども、同じ形をキープするのが難しいんですよ。無理やり向こうから、形を変えろ形を変えろって出てくるので、自分 の, この持ってる固定観念が柔軟になる。あのね、一点を見ればあれが真ん中主役になるけど、ふって横にずらしたらもうさっきのが脇役になってるし、ね、そうなんですか。それが全部の模様っていうか形で起こってるっていうね。すごいさ、五角形が見えた、五芒星、六芒星が見えた、毎回変わるので、この模様ずっと見てるっていうのが面白い。すごいわ。このサイズの朝霞の葉模様は初めて見ました。世界的にもないです。すごいね。青森だった、青森だった、収まったよ、収まったよ、強い雨だった、ちょっとだけ、じゃあ他も、はい、ここが来る。でもあれがあの日本最大級のピラミッドハウスで、比率が全部その本物のピラミッドと一緒に作ってるんですよ。1対1で抜いてるっていうの、黄金比。あ、これかビラは。あ、なるほどなるほど。そのこの奥は何があるの？この奥は何もないですよ。へえ。誰もいない。川があったり。はい、よっ。洗濯機もありますね。ギターもあります。そして蜜ろくんの本もあります。私の本はありません。畳もジェキジェキ。綺麗。これはこっから川に飛び込めちゃいますね。浅いけど死ぬ死ぬ死ぬ浅瀬。京都の川床のようになってる、ね、川床のやつ。ここで朝瞑想とかめちゃくちゃいい。ありがとうございます。お世話になります。はい、とってもアイリーな、なんかちょっとジャマイカも感じる感じで、感じる感じとは思いました。いい感じですね。やっぱ人なんだなと思って、家帰った時もさ、ただいまって帰って一人の時もあるじゃん。そうするとなんかちょっと寂しいなっていう時もあるけど、おかえりっていう声が聞こえてくる時のあの、なんていうかな、安心感、安心感なのかな。僕80年生まれで、79年生まれじゃないですか。うちの陽介さんが話して